はい、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。ちょうどね、今ねアルバムをですねちょっと、ね、見てたわけなんですけれども、これね何のアルバムかっていうとですね、今からやりたいねこう20年ぐらい前にですね、私がイギリスに行った時のですね、はい、アルバムでございます。その当時はですね、まあ、デジカメなんかがなかったんで、もうインスタントカメラでね撮ってきたものだったんですけども、まあね懐かしいね22年前ですよ、本当に。いやーすごいね。はい、でね、ちょっとね今回のね動画なんですけれども、はい、雑談動画でございます。もうね何を話すわけでもなくですね、まあダラダラとですねおしゃべりしようよっていう感じなんですけれども、今回のテーマはですね、はい、初めての海外旅行っていうね、そういったねテーマでちょっとお話ししたいと思います。でね、まあ皆さんもですね、まあ初めてアメリカに来ますとか、初めての海外旅行がニューヨークですということでね、まあ私のね動画を参考にしてですね、こうねニューヨーク旅行を楽しまれてる方、非常にね、多いと思います。でね、まあ私もですね今こうやってねアメリカに住んではいるんですけども、私もですねやっぱね初めての海外旅行っていうね、そういったね時期があったわけでございますよ。はい懐かしいね。でね、それがですね、1998年の9月の末だったっていうですね、そういったちょっと話なんですけども、私もですね、こうね、最初ね、こうイギリスにね、行こうと思ったきっかけなんですけども、なんか知らないけどね、イギリスに惹かれてて、なんでだろうね。でね、あ、なんかちょっとイギリス行きてえなとかって思って、で、バイトしてたから、ね、こうお金も貯まってるし、じゃあ、イギリス行くかとかっつって、でね、あの急にね今度はちょっとイギリス行ってくるみたいな感じで、すっごい軽いノリで行ったんですよねでね、その時ね滞在したのが確かに6泊8日みたいなね感じでね、まあ行ったんですけれども、はい、まあ懐かしい話でございますよ本当にねはい、これね、ロンドンズーとかってね、これね、あのラクダが映ってるんですけども、フタコブラクダでね、まあ、今回ね初めての海外旅行ということなんですけども、私のね、海外旅行はですね非常にドタバタでございました。もうねバカとしか言いようがないねもう本当にね無計画なね旅だったわけでございます。で、まあねどういう感じのね旅だったかっていうのをちょっとお話ししたいんですけども、私の場合はですね、最初にやっぱり往復航空券を取りました。なので行く日帰る日っていうのがですね、決まってたんですね。でね、その後なんですけれども、最初やっぱりねロンドンに行きましたよ。やっぱロンドンはいいでしょでね、まあねロンドンで2泊したんですよね。でね、日本でねその航空券だとかホテルを予約した時に、もうね最初のね2泊分それしかねホテル予約しなかったんですよ。でそれ以外はねもう本当に何もまっさらな予定で、なんかその時にね感じたこう自由気ままな旅したいなーとかってね、ちょっと思ってたんで、本当無計画にね行ったんですよね。でね、最初ねロンドンではですね、やっぱりですねこうね街を散策したりですとか、あとはね大英博物館に行ったり、あとはミュージカルとかね、見たりしたんですよ。でね、面白かったなーやっぱりなー。でね、ちょっとねこれ写真ちょっと見てほしいんですよ。これこれ見えるカウンター越しにいる若かりし俺みたいなね、そんな感じなんですけども、初めての海外旅行でさ超楽しみだったから、なんか全部記録に残そうよと思って、なんかカウンターでチェックインしてる、なんかね航空会社のカウンターだったんですけども、そこでチェックインしてるですね、こう様子とかね写真で撮ってもらったりしたんですよね。バカだね俺でね、まあそうやってですね、まあロンドンにね行ったわけなんですけども、まあロンドンも楽しかったですね。まあミュージカルを見たり、大英博物館行ったりですね、ロゼッタストーンも見たよ。ロゼッタストーン、あのね、3カ国語で書かれてるやつですね。はい、でね、そういうのをですね、まあ楽しみながらですね、そのロンドン最後の夜の日にですね、次どこに行こうかなーっていうですね、そういったね、なんか本当に自由気ままな旅をしたんですよね。でね、その時なんですけども、あロンドン、あーいいな、いろんなとこ行きたいなーと思って、でもやっぱりちょっとビートルズのいる場所もいいよねとかと思って、でね、ロンドンからですねリバプールにですね電車でだいたい3時間から4時間ぐらいかけてですね、移動したりしたわけでございます。本当に自由でしょ。でね、そのロンドンの最後のホテル、最後の夜のホテルで、なんか次のねリバプールのホテルを取ったりとかしたんですよ。でその時さ、やっぱ俺英語とかでほとんど喋れなかったんで、当時ね初めて作ったクレジットカードで、そのセゾンカードがあったんですけど、でね、それでね、そのトラベルデスクとかに電話して、あ、今ねここにいてですね、これからリバプール行きたいんですけども、リバプールでこのホテルを2泊分予約してくれますかってね、やってもらったりしたんですよね。今だったらさ問答無用でね、わーってできるんですけどでもアメリカ英語とさ英語、イギリス英語の違いとかってあるかもしれないんですけど、はい、まあね、そういったですね、自由気ままな旅をしました。でね、リバプールもですね、まあ、違う街並みを見たりですとか、あとねビートルズストーリーっていうですね、このビートルズの博物館とかね、
そういったところにもね行ったわけですね。でね、最終地点はですね、一体どこに行ったかって言いますと、はい、スコットランドです。はい、スコットランドっていうとですね、まあ、結構有名なところでは、まあ、エジンバラ、まあ、それはね、あの一番大きい町なんですけども、あとはですね、あのセントアンドリュースっていうですね、はい、あのゴルフクラブがあるところでございますね。あの全英カップ、全英オープンだ、はい、ゴルフの全英オープンでですね、はい、こうね開かれるそのセントアンドリュースとかも、ああ行きたいなとかって思ったりもしたんですけども、はい、私は最終的にね、エジンバラ行ったわけでございます。エジンバラもね、すっごい良かった。でね、ちょっとね、写真ね、1個お見せしたいんですけど、はい、これ、はい、あのね、バグパイプ吹いてる人と隣にね立つ若かりし俺みたいな感じで、これね、あのちょっとこの辺にね写真出しておきますんで、はい、そんな感じのですね旅をしたわけですね。でね、こうエジンバラとかもね、やっぱねすごいね街並み美しいし、古いヨーロッパの街並みってね、やっぱりこうなんかね、こうしんみりくるものがあるわけでございますよ。でね、こう行きましたよ、スコットランドまで。で、そこでもね、こう2泊したんですけども、当日のね、というかね、帰国する日の朝、私ね気づいちゃったんですよ。あ、そういえば俺どうやってロンドンまで戻ればいいんだろうとかって思って完全にさ、無計画で来ちゃったもんだから、もう本当にね、もう行く先行く先で次どこ行こうかなってやったもんだから、もうね本当にね、次のね、あの帰国する日のことを全く考えてなくって超バカだよね。でね、そういったね、旅をしたわけなんですけども、で、あのね、まあそのね、帰国する日の朝ですよ、私は困ったわけです。あれ、どうやってロンドンまで戻ろう、やっぱりちょっと電車でいいかなとかと思って、で、飛行機の時間何時だっけとか言ってさ、帰りの飛行機の時間も覚えてないんですよ。で、航空券とかって見たらさ、ね、結構そんなに時間ないじゃんみたいな、それこそね、もう4時間とか5時間ぐらいしかなくって、でね、あの電車じゃさすがに間に合わねえなとかって思って、で、じゃあとりあえず空港行くかみたいな感じでね、で、あのタクシーさ捕まえてさ、あのエジンバラ空港まで行ってくださいってさ言ったのね。で、その当時なんですけれども、あの、ね、旅行のガイドブックに書いてあったのが、あのね、スタンバイチケットっていうのがあって、で、まあ、出発ギリギリで余ってる席の、その、ね、チケットを安く買うことができますよって話だったんですね。で、私もですね、そう、当時はもう本当にお金持ってなかったんで、いや、とりあえずそのスタンバイチケット、それをなんとか手に入れようと思って、もう航空会社のさ、カウンターをね、多分ね、3つぐらいはしごしたんですよ。で、そのね、いわゆるスタンバイチケットを手に入れるために、そう、もうね、ほんと英語ができないからさ、もう、なんていうのか、もう体で勝負。体で勝負って言い方もあれなんですけど、もう体当たり戦法で、I need a standby ticket, I need a standby ticket とかって言って、あの、I don't have enough money とかって言ってね。とりあえず安いチケット欲しいとかって言って、それをね、なんとか伝えて、分かった、じゃあ、ここにね、名前書いてって、ギリギリになるやつで、ね、あの、ロンドンまで行ける、その飛行機があったら、名前呼ぶからって言って、でね、お願いをね、3社ぐらいにしたのかな。で、それでね、もうね、ヒヤヒヤしながら待ってて、あ、やべ、だんだん時間なくなってくんじゃんって思った時に、ね、まあ、アナウンスが鳴って、で、行ったわけよ。で、そしたらさ、なんとかね、こう飛行機手に入って、で、そのままね、ロンドンにね、ピューって戻ってこれたんですよね。いや、よかったよかったよかったみたいな感じの、超ドタバタ劇だったんですけれども、で、このね、スコットランドからロンドンまでっていうのは、だいたいね、こう飛行機で1時間半とか、それぐらいでね、到着できたんですよね。だからね、トータル2時間半ぐらいで、ね、まあ、あの入ってセキュリティチェックとかしてってね、こうね、やることができたんですけども、まあ本当にね、そういったね、ヒヤヒヤした思い出があります。でね、やっぱね、こう、イギリスっていうね、国はですね、非常にね、いい国でございます。もう本当にね、こう、ヨーロッパ。でね、どこかしらね、なんだろう、今ね、こう、アメリカに行って、例えばさ、ワシントン DC だとかさ、あの、フィラデルフィアだとか、まあいろんなところ行ってるんで、あの、よくわかるんですけども、こうやってね、思い出の写真を見るとですね、本当にこう、あ、なんかこうアメリカに通ずるところがあるな、やっぱりアメリカのルーツとしてやっぱこうイギリスがあったんだなってね、ちょっとね思える、なんかね、そういったねところっていうのがね、やっぱりあるんですよね。で、建物とか見てもさね、いやー懐かしいね、本当にね。はい、これね、大英博物館です。はい
まあそういう時期もね、あったわけでございますね。でね、やっぱりね、こうね、イギリスに行った時っていうのはですね、結構ね、やっぱり、ね、食、これね、イギリスの外食はまずいっていう風にね、結構言ってるでしょ、みんな。でね、それで私ね、多分間違いないと思います。でね、やっぱりね、食べたものっていうと、まあホテルで食べた朝食のブレックファーストで、なんかトーストと、なんかシリアルと、ベーコンと、みたいな感じでさ、いわゆるさ、アメリカで食べるような朝食、それとね、ほとんど似たような感じだったんですよね。で、あのね、こうまあ、電車でさ、こういろんなでこう移動したわけなんですけれども、まあ、バカな旅だったんですが、はい。私もね、その当時英語ができなかったんで、電車でね、こうね、ずっとね、ロンドン、リバプールで、エジンバラってね、電車で移動したんですけれども、やっぱりね、こうね、旅の中ではですね、こう、出会いというものがあるわけでございます。でね、私もですね、そのね、当時英語ができないにもかかわらず、もうね、今みたいにスマホもなければ、ね、こう、携帯ゲームとかもさ、そんないいやつがないわけですよ。だからね、もうやることって言えば、その電車の中に置いてある雑誌を読むぐらいなんですね。でね、その雑誌もね、全部英語なんですよ。まあ当然なんですけど。でね、そうやってね、こう英語のですね、こうね、雑誌をね、こうやってね、うん、いかにもね、私英語わかりますみたいな感じでね、こうやってね読んでたんですよね。そしたらね、ちょうどね、向かい側に座ったね、女性がいたんですけれども、はい、あのオーストリアからですね、来た女性でございました。でね、まあイギリスに住んでるですね、はい、こうね、親戚のところにちょっと遊びに行くっていうことだったんですけども、まあその中でですね、こうやっぱりね、会話がね、出てくるわけですよ。で、私もね、そうね、あの英語ができないんだって、英語ができないなりのさ、こうねこう振る舞いをしていればよかったんですけども、いかにも英語が分かるようにですね、こう英語の雑誌を楽しんで読んでるようなですね、そういったね、あの振る舞いをしてたので、向こうの人もですね、はい、もちろんね、英語が分かると思ってね、遠慮、あの問答無用でね、喋りかけてきたんですよね。そしたらさ、俺英語ができないもんだからさ、あのまあなんとか分かる単語だけをこううまーくこうやって聞き取って、でそれでなんとか会話したんですけど、でもね、それね、5分としては持たなかっただからさ、なんかそんなに、あの一緒にね、こう席にね、こう向かい合わせに座った女性の人も、あ、この人英語できないんだなと思って、なんかね、諦められて、なんかね、ずっとね、窓の方ね、見てですね、こう風景を楽しんでたっていうんですね。この時ね、俺ちょっと悔しくってもっと英語ができればよかったのにとかってね、思ったりもしたもんでございます。はい、でね、そういう風にですね、まあしながらですね、まあスコットランドまで遊びに行ったんですけども、一つね、このイギリスの国っていうのね、あのこう面白いことがあったんですよね。でね、私もですね、まあたどたどしいながらにも、こうね、英語をなんとか喋って、ホテルのチェックインとかしたりしたんですけども、あのね、北に行くに従ってだんだんね、英語が通じなくなってきたんですよ。まあ私の英語がそんなにいい英語ではないっていうのももちろんあるんですけども、でね、なんかね、北の方に行くにつれてだんだんね、その英語にも訛りがあるんですね。だからね、そのね、相手の言ってること、ロンドンでは分かってたのに、スコットランドに行くとね、全く分かんなくなったんですよ。え、この人一体何言ってんだみたいなね、なんかね、そんな感じにもなったんですよね。だからね、こうまあ、ね、もちろんイギリスに遊びに行くって言ったらですね、まあもちろんロンドンにね、行かれる方は多いと思うんですけれども、まあリバプールとかね、スコットランドとかね、遊びに行くとですね、まあ本当にね、面白いですよまあ特にですね、スコットランドはね、あのぜひ遊びに行ってほしいなって思うところでございますね。あのね、街並みがね、本当に古いでね、なんかロンドンってね、やっぱりね、ちょっとね、古い建物はもちろんあったんですけども、どちらかというとね、結構ね、あの近代的なね、建物もやっぱり多いんですよね。でね、ちょっとね、これ見てほしいんですよ、これ写真、はい、これね、エジンバラ城ね、そうで、ね、大砲とかがね、これね、置いてあるんですよ、大砲とかが。そう、これね、多分ね、この辺に写真出せますんで、はいでね、本当にね、このね、古い街並みでね、でね、あともう一つね、すっごい良かったのが、これね、これね、カールトンヒルっていうところなんですけども、このカールトンヒルからね、あの眺めるね、オールドタウンの街並みとかね、すっごい美しかった。うわー、ヨーロッパだなーってね、なんかそんな感じもしたんですよね。やっぱね、今ね、まあ、いろんなことがあってですね、こうイギリスにも行くことができないんですけれども、やっぱりね、もう一度ね、行きたい場所がね、あるとすれば、僕ね、ちょっとイギリスには行ってみたいなってやっぱ思うんですよね。今、改めてさ、ちゃんとね、英語ができるもんだからさ、もっとね、こう、海外慣れしたもんだから、からもっとね、自由にね、いろいろね、こう遊びに行けるんじゃないかなって思うんですよね。でね、はい、これ。はい、あのね、ユーストン駅っていうね、あのところなんですけど、これこうかな、こうか、ユーストン駅っていうね、ところなんですよ。はい、こっからですね、いやー、いろんな旅をしたなーっていうね、感じでございますね。これが今から大体22年前、はい、そんな感じでございますね。はい、いやー、なかなかね、懐かしいですよ。
これね、私もですね、初めて海外に行った時があったんですけども、でね、まあ今ね、こうやって思い返して見てみると、やっぱね、結構無謀な旅だったなと思ったわけですよ。というのもさ、今みたいにこうスマホもないで、インターネットも出始めてはいるけれども、もう使い物にならないような状況で、海外にいるとさ、そんなインターネットも普及してないしさ、だからね、自分がどこにいるかもわかんない。ほら、本当にね、ガイドブックとにらめっこでね、あのね、一つね、あ、これ思い出した。あのね、スコットランドに行った時に、僕ね、とりあえずね、荷物をホテルに置こうと思ったんですよね。でね、そのガイドブックをですね、こうやって見ながらですね、ホテルどこかなーっていうんですね、こうね、探してたらですね、こうね、一人のですね、あの、老紳士、本当にね、もう老紳士ってね、言っていいぐらいのね、感じのですね、あの、すごくね、こう、スマートなね、おじいちゃんがね、現れまして、でね、お、君旅行者かいみたいな感じでね、言ってきて、どこに行くんだいって言ってね、あの、聞かれるわけですよ。でね、あの、 I need to go this hotel とかつってね、こうホテルの場所を探、あの、こう指さすんですよね。そしたらですね、あの、ああそうか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 ってですね、ここをな、まっすぐ行ってね、まっすぐ行ってな、で次をですね、こう右に曲がってねって言ってね、でね、同じね、そのね、道順をですね、3回教えてくれました。はい。でね、こうね、じゃあありがとう、もうね、分かったから、じゃあ行ってみるねっていう風にね、言ったんですけども、でそれでね、こう行き始めたんですよ。そしたら、大丈夫かいとかって言うからね、あの、大丈夫だよって言ってね、あのね、ずっとね、あの、見えなくなるまでね、見送ってくれたんですよね。すげーと思って、スコットランドの老紳士すげーとかって思ったりとかして、なんかね、そうやってね、すごいね、なんか街の人のね、あったかさもですね、こうね、感じたわけでございますね。でね、その当時なんですけども、まあ、治安とかね、全く考えなかったんで、もうね、本当にね、街で助けてくれた人にね、本当にサンキューみたいな感じで。今みたいにスマホがあったらさ、ね、ピッピッピッって言ってさ、Google マップでさ、ピッってやってさ、あ、ここ、こうやって行けんじゃんとかって思ったんですけど、本当にね、リアル旅、リアル旅みたいな感じで、こうね、ガイドブックを見て、そのね、地図に従ってですね、こう一生懸命歩いていくっていうですね、で、その中でね、あの、訪れる旅の出会い、はい、英語が通じなかった、あの、オーストリアの女性と、あの、最後まで道を教えてくれた、あの、スコットランドの老紳士、みたいなね。懐かしい、なんかさ、もう22年前にもなるのにさ、未だにね、結構鮮明に覚えてたりするんですよね。でね、あの、最近なんですけども、最近っていうかさ、このね、動画を撮る前にね、ああ懐かしいなとかと思って Google マップで見てみたんですよ。そしたらさ、なんかね、その当時泊まったホテルとかまだそのまま残ってて、まあ名前は変わったりとかしてるんですけど、なんかね、ああいいな、なんか懐かしいな、もう一回イギリス行きたいなとかってね、ちょっとね、最近こう思うようになったね、頃でございました。はい、というようなね、感じで超スーパー雑談で、本当にね、何のね、ためにもならないですね、雑談だったりもしたんですけども、はい、私がですね、初めて海外旅行をですね、した時の話っていうですね、そういった動画でございました。はい、いかがでしたでしょうか。もうね、皆さんはですね、もうね、これから初めて海外旅行される方は心配ありませんから、もうね、スマホを持ってですね、しっかりナビに従ってね、行っていただければと思います。はい。はい、というわけでね、まあ、今回の動画面白かったらぜひ高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。